最速七ガンバー。今日は馬娘の話をしていこうと思います。では馬娘の話をお願いします。馬娘プリティダービー、なんでやねん。ダチはですね、馬娘が大好きで、アプリがですね今年の2月にリリースされたんですけど、それよりももう3年以上前から馬娘を追ってました。でその馬娘に出てくるですね、シンボリルドルフっていう馬、この子らしいですと、はい、ゆかりがあるというこの七冠馬サマーセブン夏酒なんです。今日は飲んでいこうと思います。で発売日が7月7日の今日です。最速試飲動画になります。この七冠馬の由来なんですが、このお酒を作っている氷上製紙さんと、シンボリルドルフっていう実際の七冠馬7つ G1 を飼っている、馬を育てたシンボリ牧場さんとが、親戚関係があるみたいで、そこで、七冠馬シンボリルドルフの名前を、付けた七冠馬をつけたお酒を作られたということで、この七冠馬というお酒があります。はい、でこの七冠馬いろいろ種類があって、漢字で書いてあるものもあるんですけども、こちらこの7という数字が書いてあるのがセブンシリーズというシリーズになります。そちらのシリーズも多くの種類があるんですけども、その中の夏限定種のサマーセブンというお酒になります。七夕の日に発売ということで、もう最速今日飲んでも今日あげるという動画になっております。一応ラベルがこんな感じで、はい、でこれが一応ラベルです。白ラベルですね。まずアルコール度数 17.5%、 お米の方が酒造公的米 100% 使用っていうのが、お待ち米ですね。精米歩合が 50%、 大吟醸スペックですね。で酵母の方が、901号酵母を使用しております。で9号酵母なんですけど、1がつくと泡なし酵母と言われて、発酵する際に泡が出ずすっきりとした味になるという酵母です。しかもその淡路酵母の発祥の蔵がこの氷上製紙さんだそうです。ここに入ってありますね。回します。はい、 OK、 回しましょう。はい、はい、でこれは表のラベルですね。青色の涼やかなラベル、改良お待ち 50% 使用しております。では飲んでいきたいと思います。思います。僕はこの東海帝王ちゃんが推しです。もっと言うと、星雲スカイちゃんも好きです。はい、ちなみにタコはこちらのサイレンススズカちゃんが推しです。前に多分出した動画で試飲はしてるんですけども、もう一度ちょっと2人で話し合いながら、こうじゃないかああじゃないかっていうお酒のコメントをしていきたいと思います。はい、いただきます。少しこう黄緑がかった、ほんと新酒の色をしてますよね。フルーティーさは強いって感じではないんですよね。味の説明お願いします。それでもこれちょっと料理を一品、はい、用意しておきます。最初飲み口っていうのは割と軽やかでスッと入ってきますね。その後にお待ち特有のですね、こうボディのある重い感じがグッとするんですけど、最初飲み口が軽いのですごい爽やかな夏らしい味わいになってるかなと思います。ただやっぱり度数が 17.5% あるので、こう日本酒の独特の重さというか、そういうのは強く感じられて、甘めの大吟醸、そういったものと違ってアルコール感は強めかなと思うので、ボディの強い味の料理に合わせてあげてもいいのかなと思います。ではこのお酒に合うかなと思った料理を一品作りましたので、こちらを食べたいと思います。じゃじゃーん、これ鳥取県産のおはらトマト、今が旬です。こちらを冷やしおでんにしました。煮込んで冷ましたものですね。でこちらを食べながら、夏のお酒に夏の食材を合わせていこうと思います。いただきます。まずちょっとお出汁を、美味しい。結構あっさりめの味付けにしたんですけども、この七冠馬ボディがしっかりするので、合うのか合わないのかっていうところがちょっと心配なんですけども、いいですね、お出汁と日本酒ってそこまでこの何ですかね、香りが高いわけじゃないから邪魔もしないと思うんですけど、お出汁と日本酒が合います。合いますか。お出汁だけでいきたいですね。合うね。その少し出汁にさ、トマトの酸味が入ってて、それがまた合うね。そうですね、涼しげな感じ。でも冷やしトマトより普通に美味しいでしょ。出汁がよく効いてるだけあって、これはなんぼでも飲みますね。冷酒にはやっぱりちょっと冷たいもので合わせてもいいかなと思うんですけど、どうですかガッチ君。いいと思います。やっぱね、暑い今はクーラー効いてるんですけど、これがもうもっと暑くてムシムシしてジメジメしてっていう時に
こう冷たいものと日本酒でっていうのはおつなものかなと思います。このボディがしっかりしてるからこそこのトマトの味に負けない、このトマト、おはやトマト、すごく甘くて美味しいです。トマトの酸味がもう日本酒に刺しますね。これシンボリルドルフは刺し運用ですわ。やっぱり皇帝シンボリルドルフが刺す、3回抜いたら速度がすごく上がるっていうスキルがね、馬娘でもあるんで、その通りな感じのね、すごく合うし、トマトっていう酸味のあるものが日本酒を引き立ててるかなと思います。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ2人の感想を少しずつ話していきたいと思います。はい、じゃあダッチ君からどうぞ。はい、まあ、夏酒らしく爽やかなんですけど、やっぱり日本酒感は強いので、しっかりと出汁とかボディの強い肉とかには合ういい酒だなと思いました。では次タコの感想です。まあ、ダッチ君と一緒で本当夏酒らしい、一口目あっさりとしたすっきりとした飲み口ですけども、やっぱりこのおまち米を使ってますので、ボディはしっかり口の中でお米の旨味を感じました。で最後はどちらかというとスッと消えるよりはお口の中にふわっとお米の感じが残る、余韻が残るお酒ですので、まあ、こういうお出汁の効いたお料理、ダッチー君が言ったお肉料理とか、まあ、しっかりと味がしたものとか香りが含むものと合わせるといいかなと思います。夏酒みたいにこう冷してクイクイいくというよりは、どちらかというと食中酒としてお料理と一緒に味わってもらいたい、そういう一つのお酒に今回は仕上がっているんではないでしょうか。いや今回は、七冠馬、まあ、馬娘とちょっと関わりがあるかなというね、七冠馬の最速試飲動画を撮りましたんで、よかったらチャンネル登録、いいねお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。